日本流のチーズケーキが注目されていました。海外ではあまり見られないというスフレチーズケーキ、そのレシピが話題になることも多いですが、今回海外メディアイーターではニューヨークで1日400個のチーズケーキを作るというお店を紹介。なんでもそのお店はケーキモダンケイクスなる店舗だそうで、動画ではそのチーズケーキや調理シーンを映されています。この話題に海外のネットユーザーの方々からもコメントが寄せられています。